お疲れ様です。マーケット作業家もやっていきたいと思います。ということで、現在1566ですね。まあ、もうすぐ2000で、タルベも今日、なんなら今7にできそうですね、と。そういうことで、今の持ち札がこんな感じかな。だからユニレベ、なんかやっぱスーパーレアとか、もうこの辺持ってるやつちょっと高くできそうなやつは、ちょっと高くしてデッキもちょっといじるか。まあ、とりあえず宝箱開けて、セールも広い、結構ゴールドには余裕があるので、この辺もちょっと上げてターレベ成長したいと思います。メガゴはねちょっと強いんじゃないか。レベル7、さあバルキリーも7なので、このミニペペビをちょっとメガゴバルキリーに変えます。まあこれで、まあ、あんま変わんないですけど、ちょい変化で、でバルキリーワイルドカード使ってレベル8にさして、さあキングダウン7になりました。熱い、強い。これはなんならジャイもレベル8にできそうですね。きつい。ということで結構最強になったんじゃないのか。まあなんか矢の雨的なのが欲しいけどね。範囲、空への範囲欲しいけど。まあ気にせず、よっしょ。さあタワーレベルを上げたことによって、まあ相手のタワーレベルもちょっと上がってくるのかな。8ですね。高いね。なんなら8は初めてかな。たまだ1回も当たってなかった気がするから俺。うわぁ、やべ。痛え。あぶねえ、タガレベ俺7になっててよかったね。いや、なんかうまいり香りがしてんね。ファイブッチョ。うい。さからの、まあ、ウィザード8ぐらいなら。あー、で、これ、あれだね。タルババ、使いたくなかったよね。ゴブリンバレル、タル使わなきゃ、まあバルキリーでも完封できるんですけど、今みたいに手前に出されたりするとね、厄介ですから、さあ、まあタルで横ですね。あれ？さて、うまい香りが、まあタルベ、ゴブリンバレル9がちょっと厄介かなっていう感じかな。さあ、まあ墓石を置いて、どうなんだろうな、その、バルキリーメガゴにしたんですけど、ミニペベビーをね。そう。なんかベビーの方がいいのかな？どっちがいいんだろう。さあ、これは逆サイジャイメガゴぐらいってウィザードにしばかれる未来が見えたんですけど、やめて。いやー、まあこれはさすがにファイブつか。さあ、メガゴが、いや、メガゴ、どうなんだろう。俺強いと思ってたんだけど、意外とこのネクロとか墓石とかスケルトン部隊とかの小物系が多いならばよ、メガゴさては弱いのか。だからね、やっぱメガゴって3コストである程度の火力出せて、空にも陸にも対応できて、なんか結構こう安定カードなんですよね。そうだから、マリスとかでもよく使われて結構強いカードなんだけど、意外とそんなこともないのかな。さあ、ファイバー耐える。サスケで延命しながらの、もう一回バルキリークッションからの、さあ、ジャイト。いや、ウィザードの突破できねえ。これ、ライトニングとかさ、ポイズンとか欲しくなっちゃうね。いや、相手が普通にちょっと上手いっていう。でさ、タル使うと、ゴブリンバレルがワンチャン飛んでくるので、それを警戒して、よいしょ、さ、ユニット出しながらの、オーケー、カウンター。いや、勝ったかな。スケルがマジでな、ガチ強なんだね。よし。よし、熱い。いや、なんか微妙？メガゴ微妙か？ベビドラなの？結局。ベビーレベル上げて、ベビーでもいい気がしたね、今の感じはね。さ、ベビーワイルドカード使ってレベル上げてく。戻します。さあ、次が出ます。1600です。さあ、タールベ。8。8ぐらいは、もうイージーになってきそうだけどね。ああ、やばい。うわ、ガチでやばい。ありがとうはやばい。いや、ありがとうはガチでやばい。あぶねえ。ガチで危なかった、今、本当に。ゴブリンバレルディガーミニペね。で、これユニレベ7がいねえわ、もう。多分全8になったんだ。最低全8。マックス9だ。ってことは負けねえか。いやー、ちょっと怖かったけどね。
うん。タルババなくて、たまたまファイブあったんでよかったですけど、ファイブもなかったらイカれてたね。いや、うまい香りがしてんじゃん。さあ、でもリガーをマスクに当ててくると思うので、そこ拾っていきたいけど。逆サイか？ちょっと待って待って。やばいやばい、それはね、ちょっと待って待って。いや、痛いな、これ。結構痛いな、このディガー。レベル級だもんね。いや、これあとスケルトン舞台だったら普通にちょっとやばい。いや、まああるよね。これベビー追加しても良さそうだね。これバルキリーが結構いいやつです。よいしょ。もちろん防衛バレルとかね。よいしょよいしょよいしょ。相手が結構攻めてきてたんで。いや、いいね。いや、ビビらすなって、ほんとに。ありがとうとかね。もうなんか、スタンプとかやっぱコメントをね、打ってくる人あんまいないのよ、このトロタイ。ゴリゴリ来ちゃうと、うん、しかも、ユツキみたいな、ワンチャン日本人みたいな可能性もちょっとこうありそうな名前だと怖いよね、ほんとに。オゲイ。ナイス、1600だ。これでバルーンとか解禁されますね。オッケイ。さあ来た。大工の作業場。まあ、ほぼクロス。迫撃。いやー、そういうのも普通に当たるようになるんだね。撃ってほしいね、撃っと。あ、これ左上の開け忘れた、開け忘れてたんで、撃っとこい、ガチで。撃ったら欲しい、マジで。お来ました、皆さん。初ウルトラです。マジで、撃っとか、お願い。でも、撃っとぐらいしかないよな。あー、お前かーい。いやー、さすがに使うか。レベル9だしね。ということで、プリンちゃんが手に入ったので、まあ、ベビドラか役割かぶるし、ベビかなーっていう気はしますね。まあ、今のの3択でしたね。ディガー、プリンセス、ウッドでどれが出んのかの、まあ、プリンか。ぶっちゃけ一番いらないハズレですね。はい、アートにも繋がんないし、いや、ナメでも散るんでね。まあ、いらなかったんですけど、シャアなしで数回だけ使ってあげることにします、プリンちゃん。さあ、いや、ゴブリンバレル、多いですね、これ。結構確定クラスで入ってくるっすね。だから俺もそろそろゴブリンバレルとかを入れないと削れなくなっちゃうかもね。ジャイだけだと。普通にさ、メガナイトとかインドラとかさ、やっぱクランのトレードとかでやっぱ手に入るらしいんですよね、今。何でも持ってないカードも。そう、だから、そういう、なんだろうな、引いた時に突破できないっていうジャイだけだとね。まあ、8枚プリンで削るよねっていうのが、まあ、一応これだったらできるけど、8枚プリンだけで2000削るのかっていう話よね。いやー、ゴブリンバレル入れんのか？なんかむずいよね。さあ、まあ、プリンセスは、基本たくさん出してあげたい。で、1。まあ、普通に考えたらプリン9もバカ強いよね、これだって。うん。さあ、一旦ステイかな。さあ、プリンス。まあ、こういうのにバルキリーあると、すごい守りやすいんですよね。よいしょ。怖くてね。で、ここ相手がプリンス使ったんで、攻めます。いやー。ニクロあれ、ファイブル飛ばんワンチャン。ガチでワンチャンあるよね。うわー、飛ばないけど、頑張って。バルキリー、回れ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 、もう一回、オッケー。いやー、よく回った。いいね、いいバルキリーだ。ネクロとかやっぱ、小物系がね、結構いるから、そこに対してすげー刺さる。さあ、いいな。ここで毎回プリンスが来てるんで、延命しちゃおうとか思うんですけど、ボンバーでしたね。持っていけばいいんで。いや、ネクロあれ、ファイボで飛ぶと熱いんだけど飛ばないっていうね。まあ、ファイボタルで削りながらの、タル使っちゃってもいいか、最悪。さあ、怖いですね、こういうの。ガチで普通に怖いですね。このベビでさ、タワー折れるなんてことないよな。さすがにないよな、と思いながらさ、ちょっと怖いよね。
さて400を削るのが意外となんか嫌だね。まあ、プリンセスいっぱい出しとけばプリンでなんとかできる気もする。これ残ってほしいな。いや残んねえか。プリンセス延命ゲーじゃないこれ。さては、いや5削りして、怖え。いやこれでも始まりちゃいでさすがに勝ったっすね。なんかプリンあると戦い方むずくなるね一気に。うん、変にプリンセスの延命とかもねしちゃって逆にそれで負けちゃうみたいな。さあちょっと怖いことはなかったですね。まあプリンちゃん、まあうまいこと使えれば全然今までよりは勝ちやすくなるかな。まあバルーン来たら普通に怖いんですけど、一応墓石の誘導とファイボで時間稼ぎやるんで対空が少ないんですけど、まあ施設と呪文のカバーあれば、まあ、バルーンにも戦えるかなとは思っています。さあターレベル6隠した。さあネクロ7、これなんだろうね。なんかもうちょっとできそうな香りがしてる。いやーこれはもうしょうがないですね。遅れてバルキリーで、いやーこのバルキリーやっぱ結構いいね。あーヤナメか、強いなそれ。てか普通にジャイネクロヤナメやばいね。いやでもバルキリーが結構入る。熱い熱い熱い、ガチで熱い。いやめっちゃ入るくね。いややっぱバルキリー強いね。てかあとターレブの差もあるんですけど横で、プリンとボスキリ両方がヤナメでいかれるって感じかな。あこれ熱っ、プリン5で飛ぶわ。今ぐらいに行ってね。おいジャイとか出たら美味しかったけど。さあバルキリーで耐えていく。いやー勝ちましたねこれ。多分相手ある程度できそうっすけど、ユニレベスカがあって、さすがに負けねえかなっちゅう。これミニペをバルキリーにしたのガチで正解かもしれないっすね。マジで、ね、ゴブリンバレル、ネクロ、ウィザード、スケルトン部隊みたいなしかいないっすもんね。さあプリンで削っていく。楽する削り方覚えちゃったっすね。ちょっとさあ端前じゃいいで、ベビーの範囲が当たらないところにスキを出してあげて、墓石はいらないかな。オッケー。さあ順調ですね。なんかインレベ毎回ってさしっかりワイルドカード使ってあげれてるから、そこが結構でかいですね。もうなんか負けそういないわ。うん、待って、持ってない、これ持ってない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 。うわ、出た、何でもあげれるやつだ、これ何でも。いや、これやばいね。何でもユニレベさ、1個あげれるんだけど、これをあげたいっていうのがないよね。まあ、ワンチャンマスケぐらいだけど、まあ、マスケっすね。ガチであげるならマスケかな。いや、今あげるべきなのか、これ1枚。か、後に取っといてもいい気がするな。神プラン考えました。ワイルドカードを頑張って100枚レア集めて、マスケを自力で9にしてから、持ってる秘伝書で10にしてからの最悪11までも持っていける。いやーゴッツプランきた。なので一旦ステイですね。ワイルドカードで自力でマスケ10まで9まで持っていきたいなとか言ってて、ここで負けたらもうね雑魚オツになっちゃうんですけども、いやー耐えたい。さあホグ7、いやーこれ寄られないよなミニペ。さあホグですね。いやなんか最終的にガチで何のデッキ使うかが定まってはないんですけど、単純にねマスキがやっぱ結構ぶっ壊れぐらいに強いのよ。本当にこのチャンピオンいない環境だとマスキがやっぱ壊れてるんで、マスキはなんかもう最終的に絶対使うでもいいぐらいな気がしてるんですよね正直。うん、マジ何のデッキにしようがマスキは徹底してで戦うのが結構いいかなって思い始めてるので、まあ秘伝書を早めに処分するならマスキかなって感じかな。さあいいですねプリンちゃんも溜まってね。
マジで強すぎる俺。金太か。お、うい、アリーナ64の到達おめでとうございます。気づけば来てました、セール。さあ買っていきましょう。マスケが欲しいね。もうマスケ、マスケ、マスケ。あー、割れた方も普通に熱い。オーバー、お、ウルトラ。あー、いやでも墓石はいい。あー、骨。いやこれさすがに使うか、骨野郎。ちょっと骨野郎出すぎたっすね、これ。やばくない？レベル9いっちゃうね、これ。なんならもう一個いく？いや、もう一個はさすがにいかないか。いや、でも9はね、やばいね。ジャイのもう上位互換だもんね。骨野郎に進化。だが、しかし、これだと削りきれない可能性出てきたな。怖いね、これ。やばい。一回だけやってみるか。一回だけね。これもしかしたら戻すかもね。キョスケ9はやっぱいいんですけど、キョスケバレルとかキョスケバルーンとかでもう一個攻めカードがないと、単純にね、ジャイ多分一生防衛されたら僕負けちゃうんですよね、今回。そうだから普通にちょっとやばいかもね、普通に怖い。しかもアイゴレケツから、まあハシプリで稼いでいくか。もうキョスケが通んなかったらね、ハシマイプリンするだけなんで。ありゃまあハシマイプリンにまだ気づいていないお様子で。え、しかも、アイゴレのパウでさ、俺の墓石のスケルトン、生きちゃう。え、しかも、はい、出ました。アーチャー、引き殺し事件。さよなら。タルババレベル9なんだね。あん、止まっちゃった。恥ずかしい。これ、プリンセス、うわ、うまい。炊き替え。あ、でも、待って、これ何をしてるんだ。これ何してるんだ。あー、今の延命したかった、ガチで。さあ、延命。延命ね。もう、プリンセスだけで削るデッキになっちゃったっすね。これ。プリンだけで削ってんだけど。さあ、パフられる。なんならもうちょっと頑張れば延命できる。あー、延命できない。いやー、おもろいな、なんかでも。プリンセスだけ大会してる。さあ、プリン出して。プリン出たわね。キョスケが意外と硬くてね。いや、アーチャーワンパン。アーチャーワンパンキョスケやばいね。あと相手アイゴレとかで、ユニット少ないから、あとスケとかか。プリンちゃん延命しやすいっすね。このデッキ多分バカ弱いわ。キョスケいらないっすね。はい。キョスケいらないっすね。ガチで、はい。役に立たなかったっすね。はい。ジャイに戻します。まあ、ゴブリンバレル入れるならいいと思うんですけどね。そのバルキリーをゴブリンバレルとか。そう。いや、ワンチャン？ワンチャンやってみるか。強そう。そろそろ強敵が恋しくなってくるものの。タラベ8。いや、ゴブリンバレルでもあるだけでさ、なんかいいね。戦いやすくなるというか。もうゴブリンバレルで攻めれる。うい。さあ、マスケ。しかもプリンセス待って、意外と枯渇デッキみたいになる。うわ、やばい。普通にヤリゴブ9が、なんでヤリゴブを9にしたんっていう疑問。さあ、バレルを飛ばしてプリンで回収。え、これさ、なんか枯渇デッキとしてサタ戦えるトロタイ来た。俺トロタイというかデッキがプリン手に入れたからさ、もうプリンセス高回転枯渇で前そうじゃない？なんかね、ジャイマスケさよなら説あるな。うわー、怖えな。なんかめっちゃ来んじゃん。来すぎじゃないっていうぐらい来たね。うぃ、オッケー。からのこれ、ゴブリンバレルをね、左に飛ばしてあげるんすよね。そしたらこれ、プリンセスも対応したいんだけど、ゴブリンバレルもマスケ向けないといけなくて、さあ、このプリンセスがね、ずっと残っちゃうっていう事件が発生します。やばい。大事な墓石を使ってしまった。2発？オーケー。さあ、あと2。さては枯渇かもしれない。気づいた。
まあ、このトルタイでさ、まあ、ある程度こういう枯渇とかを使いこなすが多分ないだろうから、いやマジで、え、めっちゃ強いデッキ見っけた俺。普通に巨助枯渇でいいね。やばくね、来た来た来た、新デッキ来たわ。さあジャイマスケ引退ですね。まあジャイマスケもありだけど、2個目のデッキが完成と。まあ一応どっちか可能性あったらロケかな。てか割れたカードこれ受け取らなきゃこっち受け取れないのか、それちょっとやだな。さてはこの枯渇強いっすね。ぶっちゃけ巨助がバルキリーとかでもいい気がするんだけど、まあどっちでもいいかなっちゅうので、これ多分えぐいっすわ、ガチで強いと思います。さあターレベル7ですね。でトルネとかもまあ基本トレードとかしてなかったら持ってないんで、さあ定位置投げとくで、あースケブだけ厄介だね。今回ファイボなんでね、攻めヤナメとか攻め雪玉がないので、まあまあまあ、いやでもこれ結構高回転で空も対応できる、いやいい枯渇じゃない。いやこれ巨助がやっぱさ、バルキリー説あるな、本気の、結構本気です、バルキリー説あるね。うん、やーぶね、これバルキリーにしたらもうただのね高回転枯渇になるのか、そうしようかな。でこれはまあ巨助を前で抑えてくるから裏ですね、一緒に処理されないように。いやー悩むね、やっぱネクロウィザードが強いから、本当にバルキリーメガナイトあたりはねデッキに必須で入れたいなと思ってるんですよ。そうだから巨助もね悪くないんですけどね、うーんバルキリーの方がより安定しそうな気はしている。いやー早ぶってもよかったな、早めに。さては巨助をバルキリー説あるね。さあ高回転枯渇、いや楽しいね、でも枯渇使えると。うん、さあで端前プリンとかもできちゃってね。で宝石もあるからしっかりねリーク受けと、あとは施設誘導使えるので戦いやすいと。さあプリン延命したい、いやーいい、いや強いな俺のファイブが早ければ、いやーい欲しい、こういうのにやっぱバレキリー欲しくなるっすね。いやーこれ多分痛い気がすんな、対応して、いやーめっちゃ強い、来たこれガチで。さあもう攻めまくってあげてね、ちょっと巨助のバカに寄ってほしいね、スケで。いやーいいね、で5打ってあげるとここがね延命してく、もう一回延命してあげる、スケブをね出したいと思うんですけど、来るよ来ない、もうプリンセスだけはね、鬼の延命、プリンセス三重士、うい、いやーいいね、やばいわこれ。まあ巨助がちょっと悩むぐらいだけど、ゴレとか大型もいないんで、まあいても別にバルキリーでいいかっちゅう話なんで、いやこれですね完成だ、ガチ強デッキ。まあマスケをちょっと早く上げたいな、秘伝書なんで何のカードでもユニレベ一つ上げれるんですよね。やっぱねできるだけユニレベこう高い状態のを上げる方がお得なんで、8のカードを上げるよりかやっぱ9のカードとか上げたいんでね、秘伝書に関してはちょっとギリギリ攻めたいっすね。うん、はい、ということで今日はもう神デッキが生まれましたね。これガチで強いわ、高回転枯渇なんで、次からねこの高回転枯渇使って2000ですね次、はい行きたいと思います。よければチャンネル高評価もねお願いします。ではお疲れ様でした、またね。